どうもなすびです。この番組では福島で暮らす皆さんの不安や悩みに私なすびがお答えしていきます。今回は除染後の放射線の不安にはどんなことをしているの？織田さんは、以前は川内村を拠点に活動されていたということで、はいはい、現在はこちら、はい、富岡町に拠点を移してというような活動をされているということなんですけれども、具体的にはどのような活動をされているんでしょうか？はい、富岡町役場にある食品検査場に長崎大学の窓口を設置して、現在では私を含め3名のスタッフで活動をしています。富岡町役場のスタッフの皆さんと協力をして放射線の測定を行ったり、その得られた結果をもとにして住民の方に説明をしたり、そしてインターネットや広報誌を使って放射線に関する情報発信をしています。実際に住民の方、町民の方からはどのような相談が寄せられるんですか？例えば原発事故と原爆の違いは何ですかとか、放射線の基準値がどういうふうに作られたのかという、そういう根拠を聞かれることがあります。現在では月に1回の頻度で車座集会という交流集会を富岡町で実施させていただいてます。でそこでいろんな放射線だけじゃなくて普段の生活に関することのお話とかもさせてもらうんですけども、来てもらった住民の方からは、放射線の話が改めて聞けてよかったよなんていう声をいただけたりします。じゃあ本当にこちらがその住民の方のそういう不安解消に役立っているという形になるんですかね？はい、富岡町役場の皆さんと一緒に協力をして引き続き活動ができたらいいなというふうに思っています。長崎大学では富岡町に拠点を設けて役場の方たちと連携して窓口での相談を受けたり、個別訪問やホームページなどを使い放射線に対するリスクコミュニケーション活動をされています。現在は車座集会という交流の場も設けて、町民の皆さんの不安や悩みの解消に積極的に取り組んでいて、しっかりと信頼関係が築かれていることが理解できました。番組に対するご意見ご感想はこちらまでお寄せください。また見てねー。